こんにちは、マーティンではアのミラクーボーイキングタクです。実はイギリスで驚きの結果が分かったんです。約4分の3がインド型の変異株であることが判明したそうでございました。もう制限変わるかと思ったら再び逆戻りなんと1日なんと3000人以上、再び増加してしまいました。ワクチン接種したのにもかかわらず増えるとは本当に言葉にできない。なぜインド型の変異株見つかったんでしょうかもうよーくわかりません。 宣言緩和かと思いましたが、まさかまさか出るとは、誰も、イン、インギリス人は思いませんでした。インド型これ一番重症化が、懸念されますね。はい。もうオリンピックどころじゃないですよ。東京オリンピックどころでもないです。一方、東京都も営業してますよ。もう、あかんでしょ飲食店営業するの早いって休業すべきだって何回言ったらわかるんだよ、ほんまに。もう怒りですよ、怒り。うん。 普通はもうちゃんと、なんだろう。従うこと。え、飲食店、もし営業してしまった場合もう警察から即罰金と逮捕ですね、これは。よくないです。飲食店勝手に動き出してる人がおりますね、東京都でも、もうすでに。営業再開はダメ反対断固反対です、私はまだ。どう見てても密だ、密。 ええー。なぜ休業要請、休業、強制休業すべきだと思う俺だったらもう、措置が甘すぎると思います。よくよく考えたらね。はい。映画館も、大型施設は引き続き休業すべきだと思う俺だったら、うん。考えが甘すぎます、日本にとってはね。延長は延長なりに延長すべき、うん。新型コロナウクチスは進んでいるものの、 まだ甘すぎるほどです。はい。以上です。バイバイ。